皆様、改めましておはようございます。本日はアドベンチャーワールドへようこそお越しくださいました。ただいまよりバレンタインデー特別イベントを実施いたします。司会はアドベンチャーワールドスタッフの大石とジャイアントパンダ飼育スタッフの中谷です。よろしくお願いします。せーの、エイメイ。さあ、またエイメイ、運動場に来れば美味しいおやつがたくさんあることも分かっておりますので、おやつをどうやら探しているようですね。少しずつ近づいてきてくれました。さあ、ここで少し英明のご紹介をさせていただきます。英明は1992年9月14日中国の北京動物園で誕生し、2歳の時にここアドベンチャーワールドへとやってまいりました。2001年から2006年までの間に英明との間に赤ちゃんが6頭、そして2008年から2016年までに良浜との間に赤ちゃんが8頭とどんどん家族が増え、現在ではアドベンチャーワールドのパンダファミリーの大黒柱として貫禄ある姿を見せてくれています。また中国へ旅立った11頭の子供たちのうち4頭はお父さんお母さんとなりました。現在永明の孫は12頭と、次の世代へどんどんと新しい命が受け継がれていっております。さあ、どうやら大好きな良浜のエオブネのところへ近づいていってくれたようです。そんな英明ですが、性格はとても穏やかで優しく、滅多なことでは起こりません。大きな物音がしても何事にも動じないどっしりとした貫禄もあります。また英明の特徴として、長い手足や面長な顔、長い鼻、またうちわのような大きな耳が特徴です。そんな英明の優しいところが、お母さんとの相性も相まって